はい、こんにちは、テイガールです、今回はですね、カーボネイトさんの CO2 ガスブローバッグストライカー9の方をご紹介していきたいと思います。もしよかったら最後までご視聴ください。で、まずはですね、外箱なんですけども、海外製のトイガンっていうのは割とシンプルな箱に入っているものが多い印象なんですけど、こちらのモデルはですね、非常にかっこいい外箱になっております。で、ちょっと注目してもらいたいのがこちら NEUN というスペルなんですけども、これはですね、ドイツ語で球のことを意味するノインと読むそうです。で、メーカーさんの方でわざわざこれドイツ語で書いてあるということは、もしかするとストライカーノインと呼んでほしいのかもしれないですね。で、これはいいなと思ったところがですね、この箱の横にですね、この簡単なスペック表がついてまして、重量とかですね、相談数なんかがこの箱で確認できるようになっております。はい、それからここに注目してもらいたいのがですね、 STGA 認定 CO2 ガス銃ということで、協会認定シールが貼っております。なのでこちらの方はですね、海外製のエアソフトガンとなるんですけども、日本国内で安心して遊べるモデルとなっております。で、こちらのですね、価格の方なんですけども、 Amazon さんで消費税込み、送料込みで 21,048円となっております。それでは早速中の方を見ていきましょう。はい、で、まず開封するとですね、取扱説明書がありまして、この説明書はですね、海外製によくある簡易的なものではなくて、国産品同等の説明書が入っております。ちゃんとですね、こんな感じの分解図もついております。で、あとは保証書とかが入っていまして、ステッカーが1枚入ってましたね。これは、アドレナリンローディング。ちょっと意味がわかんないですけども。で、CO2 ガスボンベが1本ついてきますね。それから、このボンベを交換するための六角レンチが1本。そしてですね、こちらの方に BB 弾が入っております。で、この BB 弾なんですけども、丸井さんなんかだとこの中にチャック付きの袋に入れた上で入ってるんですけども、このモデルでは箱の方にダイレクトインされているので、ちょっとこれガチャガチャうるさいですね。で、本体がこちらで、マガジンが入った状態ですね。ちなみにこちらの銃はグロックによく似ていますけども、実銃の存在しない架空銃です。はい、というわけで第一印象なんですけども、このグリップがですね、すごく細い。手の小さいテイクアールでもかなり細身にこれ感じますね。ということは、私ぐらいの手であればグローブをしてちょうどいい感じかなと思いますね。これは手の小さい女性なんかには相当喜ばれる仕様ではないかと思いますね。逆にこのグリップは大きさを変えるバックストラップとかがないので、手の大きい方にはちょっと小さすぎるかもしれないですね。で、こちらのモデルはですね、構えた時に実はちょっと強烈な違和感がありまして、それはですね、グロックに似ているんですけども、上を向かないんですね。で、これ上を向かないとはどういうことかっていうと、この趣味が好きな人っていうのはとにかくですね、1911系を触る機会が圧倒的に多くてですね、もちろんテイカールも1911系を触る機会がすごく多いんですけども、手首がですね、1911の角度を覚えてるんですね。なので、こういったグロックのような、角度がですね、1911とグリップの角度が違う銃を持つと、これの場合1911よりもグリップがこうなってますので、どうしてもですね、上を向いちゃう感じがするんですね。ところがこのストライカー9はですね、ピタッと決まるので、これはもしやと思ってちょっと角度測ってみたんですけども、この1911とですね、見てもらうとわかるかと思うんですけども、はい、どうでしょうか。なんと1911とほぼ同じ角度でグリップが作られているようなんですね。なので、なんかグロックだとしっくりこないと思っている方でも安心して使えるモデルじゃないかと思います。で、次に材質の方なんですけども、ナイロンポリマー樹脂製で本体重量が 461g。で、マガジンの方が 241g。で、新品のボンベが約 40g となりますので、まあ、合計 742g ということですね。はい、それでは各パーツじっくりと見ていきましょう。まずはフロントサイトなんですけども、こちらの方はですね、金属製のサイトで、赤い集光チューブが入っております。で、リアサイト、こちらも金属製で、こちらはですね、反射防止セレーションがこんな感じで入っています。サイトピクチャーはこんな感じで非常に狙いやすいですね。はい、で、次にスライドの後端、ここの部分なんですけども、最近の丸井さんだとここが樹脂製になったんですが、これはですね、ピストンと一体の金属製ですね。で、このビーバーテール、これがいいですね。先ほど言ったグリップの角度と相まって、すごくですね、1911に寄せてある感じがします。
で、次にですね、スライドストップなんですけども、これはですね、まんまグロックという感じで、小さくてですね、操作性がいいとは言えない感じですね。全体的にですね、グロックカスタム風に作られていますので、ここをちょっともう一ひねり欲しかったですね。で、マグキャッチ。これはですね、シンプルなんですけども、こちらの方までマグキャッチが来てますので、非常に操作性はいいです。ただですね、左右の付け替えはできないんじゃないかと思います。で、次にトリガー。こちらはですね、樹脂製で、このトリガーセーフティーが赤いっていうのがかっこいいと思います。で、この滑り止め加工なんですけども、これなんかもですね、グロックカスタム風で、すごくかっこいいですよね。こういった前の方とかですね、こういったフィンガーレストのようなものもついております。で、次にこちらの刻印なんですけども、これはですね、掘り下げてあるのではなくて、逆にですね、盛り上がっているタイプですね。で、ここ以外の刻印っていうのは、あとはここに刻印があるぐらいで、これはですね、セーフティーを兼ねた、シリアルナンバープレートとなってます。東京丸井さんと操作方法は同じなんですけども、スライドを一度引いてですね、ハンマーがコック状態にならないと操作できないようになっております。はい、で、このスライドの、これはですね、塗装なんですかね、すごく色がいいんですよね。ちょっとこういった樹脂なんで、デコボコしてる部分もあるんですけども、この色のせいでですね、かなり目立たなくなってますね。そういった粗の部分が。すごく金属感の強い、いい色だなと思います。はい、それではちょっと空打ちしてみますね。スライドの方はですね、ちょっと動きが渋い印象はあるんですけども、アウターバレルがこれ金属製なので、これわかりますよね。すごい音がいいですよね。これカチャッと。はい、こんな感じですね。で、トリガーなんですけども、このグロック系特有のですね、この遊びの部分、この部分からしてちょっと重ためで、で、この後ですね、重いというよりも、なんて言うんですかね、こう、がっちり引っかかってる感じなんですよ。で、こう、かなり力を入れていくといきなり外れて、バチンっていう感じですね。まあ、なので、ここら辺ですね、トリガーの操作フィーリングとしてはあんまり気持ちいい感じではないですね。はい、それではですね、ガスを入れて空打ちしてみたいと思います。ガスを入れるにはですね、まずマガジンのここですね、この部分をこのような形で持ち上げると、このマグバンパーが前の方に外れます。で、このネジをですね、まず緩めていって、このような形で十分に緩めたら、こちら側からボンベを入れます。こちら側からは入らないようになってます。こちら側からこのように入れます。で、まずは軽く締めていって、はい、ここで止まりますので、止まったらですね、あとは CO2 なので一気に締めます。一気に締めないとガスが抜けてしまうので注意してください。で、ガスを入れたら今度はですね、マグバンパーをこちらの方に戻します。こんな感じ。はい、これでちょっと空打ちしてみます。弾は入ってません。はい、行きます。なるほど。はい。はい、これはですね、今まで撃った CO2 ガスガンの中では一番マイルドかなと思います。びっくりするほどですね、ガツンとくる感じはないですね。どちらかというと普通のフロンのガス風呂に近い感じの打ち味じゃないかと思いますね。はい、それではですね、私の作ったリコイルショック測定器でこちらの方がですね、どのぐらい反動があるのかちょっと測定してみたいと思います。はい、それでは測定していきます。はい、というわけでちょっとスローでじっくりと見ていきたいと思います。はい、というわけで記録の方は 3.1 というところですね。ちょっと CO2 のガスガンとしては物足りない反動じゃないかと思います。はい、というわけで今回の結果をですね、この一覧表に入れてみました。一応3位ということなんですけども、この CO2 の3機種で見るとですね、かなり、弱いんだなっていうことがわかると思います。なので、まあ、丸井の MEU ピストルと大差ない感じなんですね。で、一番、リコイルの強いですね、DOC と、まあ、メーカーが同じということで、まあ、これはですね、やっぱり明らかにそのスライドの、形状の問題もありますので、かなりですね、意図的に落としているんだろうなっていうのが、わかるんじゃないかと思います。はい、それでは続きまして初速を測って命中精度の方も見てみたいと思います。はい、それでは初速測っていきます。82.1
80.24、 80.96、 81.54、 79.69、 80.05。はい、というわけで平均初速 80.9 となります。それではですね、距離7メートルで10発撃ってみたいと思います。はい、というわけで 0.25g の BB 弾を使って全くの、箱出し状態で10発撃ってみました。まあ、このグルーピングを見る限りそんなに全然悪いってことはなくて、調整次第ではもっともっと良くなるのかなと思いました。はい、というわけで今回はですね、カーボネイトさんのストライカー9の方をご紹介させていただきました。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。